早く場所を取らねば天心様が悲しまれる。なのにあいつは、刑事はどこに行ったんだ。長き時を経て磨き上げられた一種の儀式な。なるほど、祭り上げられて叱るべきものだ。剣心様のお席を取りましょう。一元藩も同じ元藩も仲ようだ。刑が営業上かね。では死にたまえ。いい人の顔を思い出してみなよ。どうだ、帰りたくなったか。聞くよし、ボタンよし、天下あいわーまーさらよー。やっぱこれや、こういう空気が好きなんや。秋の夜長に貝子の花、そこの姉さん美人だね。あー、燃える男はかっこええどす。自慢の花、ヘチマみたいにへし折ってやるよ。気にすんな、しくじりくらい誰にでもあるさ。惚れ直すような土産話を作っちまいな。了解っす。なに、長い人生のたった一杯さ。松永様の望むものは我らも同じ。へえ、痛そう。俺だったら泣いちゃう。キンキラキンのペッペや、花を見に立ってや。私は急いでいるんだ。うるさい。ケースも、もうここでクラス晴らしませんの。なんだかね、蚊帳の外には飽きたんだ。カブトの尾なんてかつてから締めりゃいいさ。幸福、あいにくだが裏切られるのは嫌いでね。ケンにとっては無限のか何かかもしれないな。へへ、俺にも一発打ち上げさせてくれよ。おお、ケイちゃんなら大歓迎やって。大丈夫か、ケイシー様の祈りを信じろ。前田殿、そなたは春だ。人を和ます桜の木だ。その門は珍しいな。一応預かっておこうか。俺のしたい喧嘩とは少し違うんだよな。願わくば羽をください。飛んで逃げるために。貴様には分かるまい、この方の魅力を。この道にしおりを挟むことなどできないのだ。偽らぬ善かあるならば見てみたいものだ。お人、ああ、とろけてしまいそう。
やるのか。お前じゃ私に勝てないぞ。強引だね、あんた。そこまでして俺に会いたいの？ちょっとくらい手加減してよ。いならもの、ここは誰かに任せる。誰か。いくら暴れようと剣心様に届きはしない。真なる戦はここからか。気を引き締めよう。ここか。これか。これだ。記録よりも記憶に残す主人公、ナオエ・カレツグ、無敵だ。空の花火はまさに無敵。つまりあの花火は俺、俺は花火で無敵。無敵派アンさん、花火し向いてるで。我が軍の策がまるで意味をなさぬなど。あの目、どこを見据えておられるのか。忘れられない限り。これはいい。顔を上向けた甲斐はあった。ナオエめ、体を張って余興を見せるなんて。だが私にだってあの花火がある。あれ、綱を引かれちまったかな。ここは剣心様のお座敷だ。あの方の微笑みだけが私の生きる意味。笑顔で挨拶したら見逃してくれるかな。今日見たこと誰も信じてくれねえよな。絶景かな、絶景かな。よっ、日本一。刑事め、私をからかうんじゃない。君ほど枷をうまく扱える者もないだろう。かつての私が知ればさぞ喜んだだろうな。刑には死を送り涙をもらう。白きもやの向こうに置き忘れたあの記憶、それも一つの宝だったのかもしれない。ああすまないな、まるで聞いてもいなかった。あの方のためならアシュラキは剣心様が楽しみにされていた催しを。縁も竹縄、人の営みは荒縄ってね。今夜はなんか恋しい夢が見れそうだよ。どれ、炎はええ、過去をみんな焼き尽くしてくれはる。人が破れる場面だけど。雪景色は多かれど雪をも溶かす恋の花。冬を乗り越え、その時を待つ。
鮮やかな恋よ。この前田圭司という木にウグイスを呼べ。今度はちゃんと挨拶しなきゃな。俺の流儀で、きっちりと。なあ、朽ちた忍者のごと聞けよ。悪くはない。名も知れぬ街道に、名も知れぬ一人の子。彼を満足させるためだ。Kは死んでくれたまえ。恋してこう、おかぼれ結構消そうや。よし、火薬の量が足りないかね。わがままなことだ。あれは見張る風、草千里。お前と見た空の青。何を奪い、何を得ようとも、私が満たされることなどない。まあ、分かりきっていたことだ。